にちは。さあ今日も、週末の福テレ情報ということでねお伝えしてまいりますけれども、いつもねガネコさんいるんですけど、ちょっとこの後テレポートプラスの中継に出発してしまったので、呼びました。じゃん。はい、畑井アナウンサーでーす。なんか伊藤さんに引っ張られて先週出てましたよね。あ、先週 VTR でね、はい、トレンドファッションを、この秋のトレンドをお伝えしましたが、はいはいはい、ちょっと畑井さんの様子がおかしいとちょっとざわつきましたので、ちょっともう試しにですけど、ちょっとワンウォークしてもらっていいですか。できるんですよ。本当にふざけとかいらないので、本当に一生懸命やって、一生懸命やって、一生懸命、本当に できるんですよ。こうやってはい、ありがとうございます。先週はね、ちょっと VTR 出演してくれたんですけど、はい、今日はね、初谷さん連れてきたの他でもない、はい、今、発見伝は天狗村編をお伝えしているということで、野村さんが天狗村ね、ロケしてるわけですけども、はい、今回、今週はですね、天狗村のブリティッシュヒルズにね、野村さん行ってきたんですけど、はい、天狗村の人にとってブリティッシュヒルズってそうですね、どういう場所ですか。パスポートのいらないイギリスと言われていて、ね、天狗村に住んでる人たちって必ず小学生の時は毎年あそこに研修に行って英語を勉強するっていう。じゃあ天狗村の魅力をちょっと英語で PR してもらっていいですか。そんな長くなくていいので英語で、ね、ブリティッシュヒルズ仕込みのねイギリス英語でちょっとお伝えしていいですか。今自分で言ったんだもんね、だってね、聞きましたね。簡単に、じゃあ天狗村、はい、魅力ですか。ブリティッシュヒルズ、はい、じゃあ PR 日本語でいいので、花壇、皆さんがご存知の花壇、花壇の道明寺が住んでいた家っていう設定にもなっていて、映画とかドラマとかの撮影でもかなり使われている場所なので、道明寺が触ったテーブルとか楽しめる場所かなと思います。だから詳しくは明日の発見伝でご覧ください。はい、サタフクだけじゃないんですか。そうですね、サタフクだけじゃないんです、この週末はありますね。明日のサタフクの中でも中継でもお伝えしますけれども、はい、この土曜日日曜日は福島テレビ開催しますイベント、はい、ね、東総合運動公園でパークライフ2021が行われます。アーティストの方のねライブステージありますし、あといろんなフード、入場無料でございます。感染対策も徹底して行いますので、ぜひ皆さん足を運んでほしいなと思っております。あ、私も出ます。なんか忘れられてましたけど、私は明日出る。ちょっとちゃんと伺ってください。伊藤さんだけが出るみたいになってますけど、ファッションショー、ファッションショーだ。今回は違うんですよ。浜中さんと一緒に4時間食べまくるというロケをやりますので、公式のパークライフのインスタグラムに映えるような写真をたくさん撮って投稿し続けて、どっちの方がたくさんいいねをもらえるかという企画もねありますので、こちらも楽しみに見ていただけたらなと思っております。天狗村もそのぐらいたくさん喋りなよということで、明日のサタフ、そして週末のパークライフ、ぜひご注目ください。お願いします。